の女は違う。まるで女神だよ。言葉じゃ表現できない。あの女が通るとみんな息が詰まってぶっ倒れちまう。俺たちは崇拝すべきだよ。席がないわね。結婚おめでとうってことで。誰が結婚するのかしら。こいつです。おめでとう。乾杯。ホームランボール。あの女、会えば会うほどもっと会いたくなる。おかしくなりそうだ。婚約者綺麗？綺麗。優しい？タイにはどうして来たの？昇進しようと思って。俺は一度に数千数万の飛行機を飛ばしたいんだ。地球の全ての空を俺の飛行機で覆い尽くしたい。私、あなたの夢に惹かれたの。でも君は死ぬ間際に誰かを愛したことを思い出す？それとも愛されたことを思い出す？私、賢い男は道には迷わないもんだ。ごめんな。ずるい。結婚式は11月9日です。一つだけお願いがございます。来週の日曜日午後1時までにいなくなってください。いつも人はさよならを用意して生きなければならない。どんなに愛されても幸福を信じてはならない。どんなに愛しても決して愛しすぎてはならない。人間は死ぬ時、愛されたことを思い出す人と愛したことを思い出す人に分かれる。私はきっとさよならいつか